6月2日金曜日の大雨によってですね、崩れた三田町の一棟ですね、下が小倉台という住宅地になってまして、上の方がですね共同墓地になってます。で、危機管理の方々がまとめていただいてます。危機管理の方々もですね、まあ、他の市職員も含めましてですね、晩の8時ぐらいまで40人ぐらい残られて、その後は20人ぐらいになって、11時ぐらいになって、まあ、危機管理の方々と広報校長とですね、あとは私も回りましたけども3箇所の避難所のとこで2人ずつの職員の方がおられるというふうになってですね、危機管理の方々は朝の4時ぐらいになって解散されたということで、本当に不眠不休でですね、長い方についてはもう2泊3日を今度あの庁舎の中でおられたということ で消防なんかにも話をしましてですね、まあ、これは後からは前にもそういうことがあったんでということを言われたんですけども、まあ、庁舎でですね、職員がそんなして泊まらなければならないというようなことがあるんやったら消防のシャワー室空いてるところに貸してやという話をしてですね、いやそれもどうぞ使ってくださいというような了解を得たところなんですけども、この中でこれですよね、三田町一棟、三田町13号線池の隣接道路というようなことで、のり面の崩壊というようなことを書いてますね。で、現在通行止めやけども福音を狭めて歩行者自転車は通行可としてますよというようなことで、他にもいろんなところで通行止め中なんかこう書いてあるわけですね。ここでもね、この山のところ通行止め中、これでも今現在通行止めのとこというのはございません。これ水道道のとこも一旦ですね、これ流れ木ですね、一旦通行止めみたいになったようなとこがあったようですけども、そこはもうみんな今開通はしております。ここだけが、まあ、そもそもこう車通らないでしょということなんですけども、もうこう軽トラとかが通ってたんかもわかんないですけどね。で、先ほどですね、工事をやってた方々ともですね、話をちょっとしたんですけども、市も言ってましたけども、今はですね、これ応急として土のうを使ってですね、土のうでの土留めをこのシートの下でしょうね、やっておる段階ですと、もうこれ以上だから池川に崩れないようにということの配慮はしてますと、その上でですね、これどうするんですかということですよ。で、前にもお知らせをしましたけども、向こうの擁壁があるところは崩れてないんですよね。で、擁壁でだから持ってることです。で、こっちが擁壁がないんで、擁壁がなかったらそれは持つもんないんだから崩れるよねと。逆 T 字の矢板が別に入ってるわけでもないしですね、擁壁もないんだからということなんですよ。で、これどうするんですかという話です。結論はまだ出てないということをやったんですけども、これ町の土地230坪なので、これまあ責任問題検証ということになればまた話は別ですけども、とりあえずこの土地にですね、採掘をしないとダメなので、まあ、そこは町との協議の上で話をしていくということでした。で、住民説明会をですね、早いうちにそれ視線とあかんのちゃいますかということを提言をしましてですね、だから、まあ、ここをどうするかというのが決まらないとなかなか説明もしにくいよねと、まあ、今のこの現状を説明するだけではご納得いただくことはなかなか難しいでしょうということで、まあ、それでもそんなに遠くない時期にですね、住民説明会をしますというふうに回答をいただいております。その上でですね、まあ、この工事がどれぐらいかかるのか分かりませんけども、ここちょうどこのバリカーの上ぐらいになるんですかね、下水管通ってるんですよ。下水管から漏れてるわけじゃないですよ。せやけども下水管の周りというのは砂やら砂利なんで、そこを通ってですね、こっち側の染み出た水とかね、そういうものがそこを水道として通ってきてですね、それがまたこっち側へ池の方へですね流れ出るということで、この崩落というか干ばつというかですね、そういうような陥没ですね、陥没をするというようなことが起こりうるということなので、とりあえず市としてはですね、その水道を逃がすということで、こっち側のラインから池の方へですね、パイプをつけて池の方へ水を流すんだというようなことについては説明をいただいております。今こうどうするかということがすぐに結論が出てるわけではないですけども、まあ、三田町の住民の方々もですね、一応これで
不安が、かなり軽減はされておる状況になりますので、直ちに今すぐ崩れるという状態ではないです。でまたこれを使えるようにするためにどうするかというのもまた住民説明会があると思いますので、どうぞ住民説明会があった際にはですねご参集いただいて、どうなるんですかということ、ご不安に思っている点、質問、それについてですね担当課の方に聞いていただければなというふうに考えております。